皆さんこんにちは。東京工芸大学学長の吉野博明です。東京工芸大学とはどんな大学でしょうか。東京工芸大学とはテクノロジーとアートの力で未来を作る大学です。本学は1923年に当時最先端でありテクノロジーとアートを融合した写真の教育から始まり、現在では工学部と芸術学部という2つの学部を持つとても特色のある大学です。本学は2023年に100周年を迎えますが、100年の歴史と伝統を持つ大学というのはそんなに多くありません。しかしもっと大切なことは、本学が創立した当初からずっとテクノロジーとアートを融合させた最先端の教育と研究を続けて発展してきた、ぶれない大学であるということです。先の見えない困難な時代ではありますが、これからも本学はテクノロジーとアートの力で時代に向き合い、社会の発展に貢献してまいりますので、どうぞこれからの東京工芸大学にご期待ください。